こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。昨日カルマさんの楽しかったですね。ライブの方ありがとうございました。もう本当ね、みんなでシリウスヒーリングの方やっていただいてね、チャットの方も楽しかった、ありがとうございました。来週の水曜日は、みんなで地球ヒーリング、自分ヒーリング、地球ヒーリングやって、その次の週はね、フラワーエッセンスの先生が、出てくれるので、フラワーエッセンスのライブになります。でカルマさんまたね、違う時に時々またね登場してもらいますのでお楽しみによろしくお願いします。で、今日はチャネリングについて、ちょっとねお話ししたいと思っています。チャネリングってすごい難しそうなね感じするんじゃないかと思うんですけど、チャネリングって実は誰でもできるものなんですね。私自身がそのチャネリングとか全然やっぱり分かんなくて、ブロック解除から最初入ったんですけど、ブロック解除からチャネリングに入った時にびっくりしちゃったんですよね。あまりにも簡単すぎて、こんなもんなんだみたいな。だからあまりにも簡単すぎるから、結構そのなんだろう、信じるか信じないかはあなた次第というか、こんなもんなんだよっていうもんだと思うんですよ。うん、で、やっぱね、本当にハイヤーセルフ、自分と、つながるとこっていうのは大体自分のハイヤーセルフが多いと思うし、ここがすごい大事だと思うんですね。要は今のここの自分がいて、高次元の自分自身、ハイヤーセルフっていう存在がいるんだけど、この自分自身がハイヤーセルフであると私は思うんだけど、その、高次元にいる、その自分自身っていうのかな、そこからのちょっとメッセージを取ったりとか、情報、どうしてもこの自分自身っていうのは視界がこう低くなっちゃうから、その高い視点で見ている自分からの、アドバイスであったりメッセージであったり、そこからの見える、景色とかさ、なんかとにかく愛で溢れてるし、これが本当の私たちだから、私はそのハイヤーセルフと誰もがメッセージを要は自分自身だからね、取れるようになる必要があると思うんですよ。その方がすごい自分が楽で、私は今ハイヤーと共に進んでるんですね。それでなんかすごい楽なので、だからチャネリングがね、もっともっとみんな身近なものになるなってほしいと思うし、簡単なんですよ、めちゃくちゃ。なのでそれについてちょっとどんな感じでやるのかっていうことでお伝えしたいと思います。で、チャネリングってまず何かっていうのは、もうね、私たち日常やってるんですよね。チャネリングってチャンネルを合わせるっていうことで、昨日のことをやっぱ考えてる時ですね。昨日私何やってたっけだ、照り焼き食べて昨日照り焼き食べてたっていうさ、過去があるわけじゃない、過去っていうか。で、今私は考えた時に、その照り焼き食べてた過去をアクセスして今に持ってきたんですよ。これもうチャンネル合わせたんですね。こうやって合わせて今に持ってきたんじゃない。で、明日何しようかなとか、明日何して遊ぼうかなと思った時は、未来の方ですね。未来の方にチャンネル合わせて、今の私が情報を取って今に持ってくるみたいな。私たちは常に今に情報を持ってきて、こうやってチャンネル合わせながら、こうやってこう、なんていうの、いろんなもの、ハイヤーセルフだったらハイヤーセルフもそうなんだけど、ハイヤーセルフって意図したものの情報を取ってる、過去って思ってるものの情報を取ってる、未来と思ってるものの情報を取ってるみたいな感じで、全ての情報を、意図したものをの、情報エネルギーをこう今に持ってきて、生きてるんですよね。だからいつもチャネリングしてると思うんだよ、してると思うんですよね。だからそのチャネリングっていうものをすごく遠く感じてる方もいると思うんだけど、私たちがやっぱ日常やってるっていうことに気がつくといいと思うんですよ。本当にさ、今っていうのがあって、こう写真のように私たちの本当現実ってできてて、今の自分とやっぱり過去の自分ってやっぱり変わってるんですよね。こう写真のようになってて、どこにアクセスするかっていう感じなんだけど、その中でじゃあハイヤーセルフだったらハイヤーセルフっていうそのエネルギーにアクセスして、その情報を取ってくるみたいな、そこから流れてくるエネルギーとかの情報を取るみたいな感じなんだけど、これがハイヤーセルフであったり、竜であったり、なんだろう、高次元の存在の宇宙人であったりっていう感じで、そこどこに意図するかっていうものの情報、チャンネルを合わせていろんなものの周波数を感じてるっていう感じだと思うから、身近でやってるってことですね。はい。
じゃあちょっと今実践でね少しやってみたいと思いますので、だから結構その身近なんだろう、日常やってるってことに気がついていくと本当にいいと思うし、誰もがやっぱハイヤーセルフと進む時が来たと思いますので、ちょっとお伝えしたいと思います。それでは、やり方はいろいろあるんですけど、とにかく、自分自身のハイヤーセルフだからね、まず本当にもう自分のハイヤーにつながるって強く意図します。ですごいさ、やっぱり波動が落ちてる状態っていうのが、自分のハイヤーセルフっていうのはいつもいつもつながってるんだけど、すんごい波動が落ちてる時はなんかね、雑念とかが多かったりしてちゃんと取れてんのかなとかやるから、リラックスした状態をちょっと作っていただいて、はぁーみたいな、お風呂の中とか気持ちいいなとか、ふんわりしてたりぼっとしてたり、うん、なんかちょっとそういう感じのちょっとほんわりした感じの状況、リラックスの状況を作って、で、自分のハイヤーにつながるって意図するといいと思いますね、うん。でつながるって意図するといつもつながってるんだけど、エネルギーが、まあ、内側から来るかもしれないし、こうちょっとこう外側から来るかもしれないし、とにかくエネルギーが流れてくるから、これなんですよね、この感じ、この感じです。わかりますかねこの感じで情報を取ります。で、チャネリングで、情報を取るときに、ハイヤーセルフか何を言ってるかってことなんですけど、こっちがやっぱり意図したものに対しての、メッセージをくれるっていうことが多いから、こっちからねやっぱ意図していった方がいいんですね。でじゃあ、今の私に必要なメッセージをくださいって言ってみましょうか。今の私に必要なメッセージください。でチャネリングって4種類ぐらいの種類があって、視覚が強い、妄想が強い人もいれば、直感が強い人もいて、感覚が強い人もいて、体感とかね、あと耳言葉とかっていう感じで、いろんなその捉え方っていうのかな、キャッチする種類が、何でもいいんですよ。どこが得意かってことですね。私は結構直感が強いので直感で来ることが多いんですけど、自分がどこかなっていうことに気がついていくといいと思うんですね。でふって取ります。今の私に必要なメッセージ。なんかいいねみたいな軽いノリですね。いいねみたいな、こうやってこうみんなにこうやってチャネリングのやり方とか、このハイヤーのつながり方やってんのいいねみたいな感じの軽いノリが来ました。取れたかな、うん。楽しいんですよ。これで感じてるものとか、ふっと来たものとかっていうのは全部肯定していきます。もう間違いが全くない。どこにつながってるかとかも関係なくて、意図したところにしっかり、だから意図が大事ですね。リラックスした状態で波動を上げた状態で、あとは意図です。意図をしっかりして、そこから来るメッセージを本当にもうなんていうのかな、雑念なくしっかり取るって感じです。これでできてるのかな、合ってるのかなっていうところでみんな、能力を落とすから、信じ切るって感じです、うん。いいね。じゃあね、今見てる方へのメッセージ、私ちょっと聞いていますね。ハイヤーセルフ。ハイヤーセルフって要は高次元の自分自身なんだけど、もう創造主とかと直結してますから、この全体的なみんなへのメッセージっていうことも取ることできますので、このみんな見てる方へのメッセージをお願いします。意図します。で、今来るもの。うん、まあ、ハイヤーセルフっていうものに関して今、こうやってふっときたものは、ハイヤーセルフのことについて、まあ、伝えるっていうことで、ハイヤーセルフっていうものは、いつも本当に太い、なんていうのかな、太い、今映像でちょっと見える感じなんだけど、太くつながってるっていうのかな、外側に映し出すとすると太い柱で私たちと本当につながっているから、本当別物ではないし、つながっているっていうこと、うん。で、そこに意識を向けるっていうことをするだけで、つながりを感じるものですっていうことを言ってるかな、うん。で、今、チャネリングで撮った感じは、映像でなんとなく感じたじゃない。あとはやっぱ直感ですね。何言ってんのかなって意識を向けて振って
来る感じを、皆さんに今お伝えしたんだけど、そこにまた意識を向けながらずっといると、またペラ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 と言葉が、でエネルギーを要は読むんで、見てる方にお伝えしてるっていうことだから、難しくないんですよ。本当にこれだけなんだよね。だからどこに意識を向けるか、自分が意図するところですね、ハイヤーセルフっていつもつながってんだけど、しっかりハイヤーセルフとつながるってやると、つながってる感覚がより出てくるから、この感覚ですね、これがもうチャネリングなんですよ。で、あの過去とかね、未来とか、今日も1時間前のこと何やってたかなとか思った時は、もうその1時間前の周波数にアクセスして情報を今に持ってくる。これチャネリング、チャネリング、旦那さん何やってるかな、旦那さんのエネルギーに合わせてチャンネル合わせて見るみたいな、ハイヤーセルフ、なんだろう、高次元の宇宙人とか、だから今世の私たちにこうやって意図する力が本当にあって、そこをどこにアクセスするか、どこを意図するかっていうところが全て私たちに委ねられてんですね。だからまあ、もしかしたら全てがチャネリングなんじゃないかなって思えるぐらい、私たちって本当に身近にチャネリングやってますから、身近に感じていただけたらなんか嬉しいなと思って今この動画撮りました。分かったかな。まあ一つね、これからもチャネリングのやり方とか、なんかいろいろ出していきたいと思うんだけど、本当にね、簡単なんですよ。で、誰もが自分自身の高次元の自分自身にアクセスして、そのなんだろう、情報を取るっていうことをやっていくと、本当に道に迷わなくなるんですよね。ファイヤーと共に進んでいけば、まあね、チャネリングをぜひマスターしていくといいんじゃないかと思います。もうね、日々やることなんですよね。チャネリング動画講座とかもやってるので、ぜひそちらの方も皆さん購入していただいた方も結構多いと思うんだけど、それとかも同じような感じで、簡単なやり方っていうのかな、そういうのも出してるし、とにかく身近に感じてもらいたいっていうのかな、難しそうな感じするじゃないですか。なんか霊能力者とかチャネリングやる人が特別だっていう意識が あるんじゃないかと思うんだけど、とっても身近なものなんですよね。分かったかな。はい、まあ、楽しんでね、自分とハイヤーセルフ、まずここが大事ですから、ちょっと会話してみたり、メッセージの取り方はもうこんな感じですから、何回も何回も繰り返し、自分自身とハイヤーとメッセージを取り合ってみると楽しいんじゃないかと思って撮りました。ではまた撮ります。ではでは。